はい、今日はですね、ブラッシングブラシについて、したいと思います。朝起きた時に、髪の毛がどうしてもこうふわっとしてる、まあ、まずその時に、このオイル、うちではこのミシックオイル と、カラーオイル、それとリッチオイル、この3種に分けて、髪質に応じて、使い分けます。まずさらっとしたい場合は、この普通のミシックオイル でカラーの色持ちとか、ツヤを出したい時には、カラー用、それとちょっとしっとりめ、に、まあ、乾燥毛とかね、そういう方にはこのリッチオイルっていう風に使い分けております。まあ、今日は、まあ、とりあえずちょっとあの軽めのオイルで、していきたいと思います。まず、まあ、ロングの場合2プッシュほど手に取って全体に、まあ、毛先中心につけていきます。でまずまあこういうパーマ当たってる場合でもあの、まあ、ブラッシング、まあ、パーマが取れるんじゃないかと言われるんですが、あのやっぱツヤを出すためにはね、やっぱりまずこの毛先の拭いてもらって、でツヤを出して、やっぱりそれがいいスタイルにつながっていくと思います。でそこでブラッシングブラシの特性としては、まあ、髪の毛を溶かすっていうこともあるんですが、まあ、この豚毛ですねがついてるんで、まあ、毛先から、まあ、徐々に溶いていってもらって、まあ、根元の方に最後していくわけなんですけども、その時に、頭皮に刺激を与えて、頭皮の血行も良くなるし、ツヤもすごく出てきます。まあ、例えばこういうところですよね。これをまず毛先から徐々に頭皮に向かって、ね、これだけでツヤが出てきます。あとはやっぱりあの朝にこういう流さないトリートメントをつけて、ブラッシングすることによって、まあ、全体にその、まあ、流さないトリートメントが行き渡ってくれるっていうのも、まあ、一つのいいところでもありますんで、まあ、まずねブラッシングは必ずしてください。でパーマスタイルの場合はまず、左右半分に分けて、まあ、サイドにねもう全部髪の毛を集めて毛先までしっかり解いて、それから指でくるくると、まあ、まずこういうまとまり感をね出してからスタイリングすると、綺麗なスタイルに簡単になると思います。まあ、寝癖がひどい場合は少し毛先を濡らすとか、そういう風にねしてもらった方がいいと思うんですが、でも大概の場合はパーマ当たってる場合はもう本当にブラッシングだけで十分いけると思います。でしっかり揉み込んでねじって、まあ、まずこのベースを作っていただいて、その後にまあ、今回はあの、ミルクタイプの、ワックスを使います。まあ、これもあまりベタベタせず、ちょっとふんわりした毛先の浮遊感を出すためのワックスです。クリームワックスです。結構柔らかいワックスです。これも手にしっかり伸ばして毛先にこうですね、で握ってちょっとずらしていきます。これちょっとねこういうふうに毛先がずれることによってちょっとふんわりした感じができますので、もうこれで朝もうこれで OK です。ですので、まあ、ブラシのね特徴としては、
毛先から解いていくと、まあ、辛みを取るのと艶を出すのとで頭皮の血行を良くするで、まあしっかりとねその流さないトリートメントが全体に行くんで、まあ、簡単にスタイリングができる、まあ、いろんな役目が、ね、できるブラシです。まあ、まず朝はしっかり研いてください。はい、それでは。